はい、こんにちは、アキラです。それでは最新ユニット DD の課金装備評価をしていきます。今回比較するのはこちらの爪とアクセサリーで、いつものように先に結論を言っておきます。今回はアクセサリー優先です。正直ですね、爪の方がいいと思っている方多いと思います。でも DD の役割って何っていうところですね、ちょっとかなり真摯に考えてみた結果、アクセサリー優先という結論になりました。で、その件についてこれからの話をしていきますので、よろしければ最後までお付き合いください。ではまずそれぞれの性能をチェックしていきます。爪が小国層ザラグジャ、属性不要が闇、 HP プラス200、ストレングスプラス249、インテリジェンスプラス113、特性が状態上中の敵に対するダメージ上限プラス3000、インテリジェンスが高いほど物理攻撃のダメージが上昇、常にオーラの効果。アクセサリーがホビドゥンベール、ストレングスプラス63、インテリジェンスプラス54、ディフェンスプラス40、マインドプラス42、特性が自分の与える状態以上の効果時間プラス 20%、 状態上中ストレングスとインテリジェンスが 10% アップ、敵から受けるダメージマイナス 20%、 ステータス状態性が沈黙が無効と麻痺に耐性がついています。で、まず爪についてなんですけども、今回突追加が3000でしたね。前回のベインが2000だったので、それを上回る性能です。で、二刀流ユニットの専用装備でプラス3000って実はかなり高くて、ラグレインで2000、水着レオナで1500なので、二刀流ユニットの専用装備で言うと現在のところ最高値だと思います。で、ダメージバフは今回ついてないんですけども、インテリジェンスが高いほど物理ダメージ上昇がついていますので、自前のマブ天輪と合わせましてかなり強化されると思います。さらにオートオーラもついてきてますんで、まあ、実質ダメージバフがついてると言えます。なのでダメージ増とダメトツが一つの装備でどっちもついてるので、有料仕様の武器と言えます。ついてアクセサリーは状態上延長がついてきましたね。ディディは元よりプラス 25% がついていますので、合計でプラス 45%、 これ40秒だったらプラス18秒されるんで、もうもはやそうなると1分ですよね。で、2行目の状態上中はっていうのは、これ自分自身を示してると思うので、服毒中はストレングスとインテリジェンスが上昇、これもマブ天輪の効果で攻撃力がアップしますね。で、その後に小さく点ついてるんですよね。なのでこれは3行目の敵からの火ダメ 20% カットはですね、ここにかかってるんですよ。要は状態上中は火ダメ 20% カットするよということだと思います。ただディディを使用するときって、まあ基本服毒して皆さん使うと思うんですよ。なのでまあ常時であるとも言えますよね。で、ダメージの種類が書いてませんので、制限なしの全ダメージが対象となっていると思います。もともと個性2とテラージェールでもね、かなり防げますんで、まあ、そこにダメ押しで火ダメカットがついてくるという感じですね。で、状態性がいいんですよ。沈黙無効と麻痺耐性の2種類ついてるんですね。直近ユニットの専用装備って状態性なしとか1つだけとかだけだったんですね。なので今回2種類ついてきてるってだけでも嬉しいんだけども、さらにすごいのは1つは無効化ですからね。これによってディディは沈黙と麻痺の2種類を無効化できます。沈黙無効化ありがたいですよね。沈黙になっちゃうと服毒もアヌラメルスも使えません。で、ディディはもともと沈黙耐性なかったんで、まあ、その点が結構不安だったんだけども、これで対策することができます。で、麻痺無効化もありがたいですよね。麻痺はね、どのユニットであっても無効化したい状態上なんで、これもかなりポイント高いと言えます。というわけでまとめますと、爪はダメトツプラス3000で、マブ天輪の効果でオートオーラで、アクセサリーは状態上が 20% 延長、インテリジェンスとストレングスがプラス 10%、 火ダメ 20% カット、沈黙と麻痺が無効化となってて、まあ、どちらも DD の性能にとてもマッチしている装備だと言えます。で、じゃあなんでアクセサリー優先にしたのという理由なんですけども、決め手は火ダメ 20% カットですね。爪のダメと3000もね、かなり魅力的なんですよ。二刀流だったらヒット数2倍で実質プラス6000ですからね。この専用爪もかなりいいよなと思いつつも、じゃあディディって火力役かって聞かれたら違うよね。火力バカは他にたくさんいますよね。で、ディディの一番の強み、ユニークポイントってのはやっぱ毒なんですよ。毒をなるべく撒き散らして
で衰弱毒も含めて相手の体力を削ったりダメージを下げたり、火力薬にテラメル3をつけてダメージを伸ばすための、まあ、言うなれば準備屋なんですよね。ってなった時にリリーが優先すべきことは死なずにその場にいることなんですよ。で前回の動画でも話したように、なんせリリーフィジカルが弱いんで、ちょっとナメプしたぞとねすぐに行っちゃうんでね、それならやっぱダメージカット性能がついてる方がいいし、さらに状態上時間を伸ばしてくれるってことは、それだけ個性にとかテラージェルによって火ダメを軽減できる時間も伸ばせるっていうことなんで、ダメ突3000追加はロマンあるけど、これ多分衰弱毒にも乗ってくると思うんだけれども、ディディ本来の役割を考えるならば、まあ、今回はアクセサリー優先という結論になりました。爪との交換がね間違ってるとは思いません、二刀流でダメと3000は絶対美味しいと思います。あくまでアキラ個人の視点からの優先度の話なので、皆様ご意見ありましたらぜひコメントをお願いします。新商交換の最終判断は皆様ご自身の責任でお願いします。ディディの専用装備解説は以上です。高評価を押すかどうかはお任せします。本当ディディはね、個人的にはねすんごい好きです。多分どっかのお店で会ったことあると思う。で当然ながら皆さん無理にね課金装備をね取る必要はないですからね、これ大事なことなんですけど、まあ、ディディは通常枠なんで、まあ、今回僕はチケットで出てくれましたし、まあ、視聴者の中にもそういう人はね少なからずいると思います。でこの専用装備が欲しいから課金して追加のガチャ回そうかなって思ってる人もいるかもしれないんだけども、それはちょっとやっぱねもったいないと思う。もうあくまでその欲しいユニットとかアークがあって、それを追いかける過程の課金で、で新章が溜まった時の使い道っていうぐらいにね思ってた方がいいと思います。特に今回は通常枠なんでね。でそんなリリーの最終評価、育成テンプレ最終形の話は週明け月曜くらいにね動画をアップしたいと思いますので、よろしければそちらの動画も見てください。それでは次の動画でお会いしましょう。ではまた。